もう、なんでそんな真顔なんだよ。使い方どうやってやるわけ。じゃあ行きます。はい、じゃあお願いします。 Twitter に写真とか撮らなくていいんですか？最後の生前の写真。大丈夫です。潔いですね。なんでこれ聞いてくるんだ。行きます。お願いします。え、真ん中行くの？痛くない？なんか痛い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 、なんか痛い、毛が長すぎてさ、下手くそ。あー、ごたくは言わずに。あー、真ん中どこ？ごたく俺は言ってない。俺は言ってない。だぁ痛いしないか。全然それない。あ、それてる、それてる。なんかめっちゃ痛いんだけど、山田のバリカン。え、こっち向きで、向き合ってる、向き合ってるんだ。削れてないよね。こっち向きでやってみて。あ、こっちでね。これで合ってる？合ってる。合ってる。あ、痛い。ほら、なんか痛い。やばい。やばい。なんかすごい。向きどっち？痛いだけど。向きどっち？これ真ん中全部揃う。こんな感じ？やばくない？これなんでこんな広いんだよ、真ん中。え、どうやってやるの、バリカンって。じゃあ後ろはお望み通り一本線にしましょうか。お望みとかないんだけど。あ、ほらほら、めっちゃ面白いよ。え、ちょっと、山田だけ面白いよ。待って、何でも見てないよ、みんな。ほらほら、後ろ向いて、後ろ向いて。これこう、本人は見えないんだよ。これ絶対根元から入れた方が良かったんだよ、これ。これ根元芸だわ。どうこれ。え、何この人は。十字にします。楽しい。何これ。じゃあ、終わりということで。これこっちの方が嫌だよ。うい、痛い。痛い。さよなら。やばい、毛量多くて。え、なんでこれ痛いの、山田の。なんか DJ ポイみたいな感じ。そんなじゃなかったっけ。俺もしかして DJ ポイ。ステート紙一重じゃない、ちょっと大丈夫。DJ ポイじゃないの、俺もしかして。女まずいじゃない、これで。俺DJ ポイです。感慨深い。感慨深いっすね。え、でもこの回は別に感慨深くないから。痛い、半年ぶりぐらいとかだもんね。いやー、でも初めての坊主は衝撃だったな。この年でさ、24歳で坊主ってさ、何かしてる人だよ、絶対。めっちゃ健康的かさ、めっちゃ悪いから二択じゃない、うん、めっちゃ悪い人たまに坊主してるじゃん。え、てかそんなことさ、あれでしょ、今の職場って坊主にしちゃいけないんでしょ。え、そうなの。そうだよ、面接坊主禁止だから。へぇ、角刈りとか坊主ダメなんだよ。やっぱ坊主って普通じゃないのかな。うん。だいぶいいじゃん。違う違う違う、頭のおかしなやつらの頭。ヘイヘイ、いいじゃん、 DJ ボーイ。怖い、画面見ながら怖い。こんな感じです。大丈夫？でめちゃ動かしちゃう。やめてやめて、危ない。刃物めっちゃ今背中熱かった。ほらほらほら、イガグリ君痛いって言って、食べてじゃん。怖いんだけど、こいつ。縮んでた、縮んでた。どういうこと？だいぶ、いいじゃん。こういう人いるよね、でもさ。だから DJ っぽいでしょ。あ、ほら、なくなっちゃった。なんで教えてくれないんだろう。知らないうちになくなっちゃった。ハゲたおっちゃんがさ、ちょっとだけ髪残す気持ちがわかりますね。痛いよ、なんでつくの。いいじゃん、おしゃれ。なにこれ。みたいに残してんの、シルバニアマミーみたいになってんの。行きます、一気に。わーい、もう前髪ない。修行僧だね。じゃあ最後、前髪、さよなら。もうないだろ。さよならじゃない、もうさよならしてたんだよ。綺麗にしたら終わりかな。ハゲちゃんだった。可愛いじゃん。愛しの丸米くんが戻ってきたぞ。坊主とさ、どっちが好き。髪長い時、うん、なんかね、別の生き物だと思ってる。でもブロッコリーは嫌だ。ブロッコリー嫌だの、うん、なんで。いや、なんかキモい。ブロッコリーちょっと不潔だから。あれ不潔なんだ。てかブロッコリーになってくるとさ、まささ、お風呂入んなくなるの。なんでだ。ブロッコリーの時なんか入んないじゃん。坊主の時非清潔なんだよね、まだ。早いんだもん、髪乾かさなきゃいいから。芸術品ですよ。え、でもなんかさ、こんなもんだっけ。夏もっとさ、かなり坊主じゃなかった。今坊主があんまない。いや、坊主じゃん。ああ
で見てたから分かんなかった。めっちゃ坊主だった。あーなんかこれなんかちょいひげ出てるよね。ほらまだ剃れるね。全然あ、剃れるわ。よし、こんなもんで完成ですか。はい、こちらになります。あ、ありがとうございます。お待たせしました。どうですか。え、お客さん、首があったらおっしゃってください。これはもう完全なハゲチャピンですね。かわいい、かわいい、こいつ息子またこれになっちゃったよ。ありがとうね。ということで、髪の毛を坊主にしました。喜んだ感じです。喜んです。ということで、今後はハゲチャピンでやっていくんでよろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、カットありがとうございました。はい、5000万円です。500円がいいんですけど。じゃあ500万円です。はい、ということで、じゃあ終わりだと思います。バイバイ、はい、こちらです。